孫十郎取物帳「稲荷の使い」「しかみ春がすみどかどんどかどん初馬の太鼓とびがピーヒョロピーヒョロ神楽の笛の地へのどかに連れて何様うっとりするような四つ下がり」「黒板塀に黒金の忍び返し姫小町と黒部をはぎつけた腰島いらのしおり戸から 根津川の飛び石がずっと潜水の方へ続いている霧の寸土に荒野巻き笠木の梅の苔にも錆を見せた好きな庭広縁の前に大きな植木棚があってその上に丸葉の筒葉の野芝の乱れ葉のとりどりさまざまなおもとの鉢がかれこれ二三十ところもせにずらりと置き並べられてある。 羅社寺芭蕉富士金剛寺砂子寺刊門に至っては星出府ふっかけ府炭島昆布林と霧りがないその広縁のちりめんたたきの靴脱ぎ石の上に突っ立ってにが虫をかみながら植木棚を眺めているのが小兵衛組の森川小兵衛親代々より木で前の矢部駿河守の,の時代から北町奉行所に属し 銀味方筆頭市中取締方検体という役を相務める罪人の取り調べ市中の聞き込み取り物などを司るので今で言うなら検事と捜査部長を兼ねたような役柄これは大した威勢のもので6人の柿役添え役のほか隠密回り城回り御用聞き手下下っ引きと300人に余る組下を追い回し南番書と月交代に 江戸市中のの検察の事務に当たっている「大岡越前神にしろ筒井伊賀の神にしろまたは鳥居貝の神にしろ名奉行と謳われた人は皆南町奉行所に属し例の遠山左衛門の城が初任当時ちょっとここにいただけで初代嘉爪忠澄以来この北町奉行所というのはあまりぱっとしない存在だった。 講談や芝居で引き合いに出されるのはいつも南町奉行所でこちらの方はあってなきがごとくに扱われる組下には相当俊敏な者も,もいるのだが運が悪いというかあまり派手な事件にぶっつからない町方や南番所の組下は小兵組と言わずに小弁組と呼んで馬鹿にしている組屋敷は本郷森川町にあるが 兵はいたって内服なので少し離れたこの金助町に手広い邸を構えて住んでいるひとつまみほどの曲げ節をテカテカと釈銅色に光ったハゲ頭のすってんペンにとんぼでも止まったようにのっけている塩を吐いたようなつやつやした赤ら顔は年がら年中狛犬のようにしがみこれが生まれてからまだ一度もほころびたことがない ずんぐりで、育びで、天秤型なので、ハゲ頭から湯気を立てながらせかせかやってくるところなんぞは、火炎背負ったお不動まを描いた大ついたてでも歩いてきたかと思われるほどである。短気で一徹で、汗っかきでわがまま。その上、無類の合情で負けず嫌い。痛いとか参ったとかということは、口が腐っても言わぬ。隠語親父の見本のような老人である。 二年ほど前の冬の朝、大変な汗を流しながら本を読んでいる。顔色を見ると一向平素と変わらないが何しろあまりひどい汗なので、一人娘の花代が心配して尋ねると、小兵衛楼、例のお不動様の三拍眼でじろりと花代の顔をねめあげ、バカめ、汗がなんだ、と、蚊の鳴くような声で叱りつけた。 寄せばいいのに年寄りの冷や水で毎朝300棒を振るのでその無理がたたりこの時長年天を起こしかけていたのであるいよいよ土壇場になってしぶしぶあん馬を呼ばせた治療の間もとうとう音を上げなかったが箱枕を一つ粉々につかみつぶした庄兵衛の強情と痩せ我慢を書いていたのではきりがない この頑固一徹で日ごとに晩鐘を風靡するのでさすがの奉行も年番方も庄兵衛には一目を置きまるで腫れ物にでも触るように扱っているところでこの庄兵衛郎に弱点が一つある一人娘の花代のことになるとたちまち何が何だかわからなくなってしまう四十になってからの一人っ子なのでまるで目の中へでも入れたいような可愛がりを何でもうんよしよし したい放題に甘やかしている老いの阿こ十郎が「叔父上本所石原の岩おこしで歯触りは手ごわいが甘いですな所詮だらしがねえと言うべきでしょう」と遠慮なく一番痛いところをつっついて庄兵衛をはがみさせるそれからもう一つはおもと作りこの方はまるで気がいざた。 おも,とおもと作りは店舗以来のはやりものでそのころでさえ一葉二百金などというのも珍しくなかったが嘉永三年になると一鉢八千両という天候流の大物が出たこの取り引きがあまり法外でセフに害があるというので嘉永五年になってとうとう売買を禁じたがなかなかそんなことで下火にはならない禁令のおかげでかえって人気が出て 文の初め頃は猫も釈子もおもと作り仕事も何も放りっぱなしで肥え土は京都の七条土に限るのそろのあさりの煮汁をやればいいのと散々に懲り抜く庄兵衛は懲り屋の総大将で月番が明けると朝から晩までおもとの葉を洗って日を暮らす中んづく金明宝という うねめじ白福林のおもとをなめずらんばかりに大切にしどこの町派のおもと合わせにも必ず持って出かけて自慢の花をうごめかす。これは三年前おもと番付の東の大関のくらいに座ったっきり動かぬという一品であたい金と格付けされているのだからこの自慢もまんざら言われのないことではない。ところで 娘の花用を抜けたら命から二番目というその金銘法がどういうものか4日ほど前から急に元気がなくなった。歯一面に灰色や黒の斑点ができて艶がなくなりぐったりと歯を垂れていわば規則延々という体である。庄兵衛の老媒ぶりは目覚ましいほどでせっせと水をやったり削り節の汁をやったりするが。 こ,こに正気がつかない手を尽くせば尽くすほどいよいよいけなくなるように見える毎朝起き抜けから縁先に突っ立っているが尽くせるだけの手は尽くしてもうどうするという明暗もない終章の眉を寄せて手を束ねているよりほかないのであるそればかりではない庄衛郎ここのところ少々五難続きの手でいろいろとよくないことが起こる。 めったにないことに娘の花代が急に熱を出し死ぬほど肝を冷やしてうろたえ回ったがこれがようやく収まったと思ったら馬屋から火事を出しかけた幸い大事に至らぬうちに消し止めたが今度は最近江戸を騒がした納め殺しの唯一の手がかりとも言うべきかけがえのない大切な証拠物件を紛失してしまったそれは 梨寺さや作りの印籠で確かにたもへ入れて手を出たはずなのだが聖堂の近くまで来た時ふと気づいて探ってみるとそれがたもの中にない手を出る前まで確かに今のふ机の上に置いたことはわかっているのだが何しろ朝の時間はおもとで夢中になる習慣なので置き忘れてきたものか持って出たものかそのあたりのところがはっきりしない これはというので少々青くなって籠を雇ってテーマで飛び返り附机の上を見ると印籠などはない座敷の中に棒立ちになってじっくりと考え込んでみたがどうも落としたような気がしないのたりと座敷に寝転んでいた赤十郎にそれとなく尋ねてみたが「そんなものは知りませんね」と鼻であしらわれた 雇い人どもは皆5年十年と勤め上げた素性の知れたものばかりでおまけにこの居間には番書会所の書類などが置いてある関係上廊下に城口を作ってそこからは一歩も入れないようにしてあるのだし庄兵衛が出て行くとすぐ入り違いに阿こ十郎が来てずっと今までここに寝転がっていたというのだからそのわずかの間に忍んできてそんな素早い仕事ができよう言われがない。 念のため一人ずつ救命してみたが相互の口合いから押して一人として上口まで来たものがないことが分かった娘の花代に尋ねてみたが花代も知らないと答えた「りきの手へへ盗っ人が忍び入ろうはずもないが庭へ降りて裏口の軌道を改めて見るとんは内側からちゃんとかかっている庭の外はすぐ春木町の通りになっているが 高い板塀には黒金の厳重な忍び返しがついているし昼間は相当人通りの激しい通りだから怪しまれずに板塀を乗り越えることなどはできないとなるとやはり持って出てどこかへ落としたのだと思うほかはない10日ほど前柴田村町の路上でちょっとした喧嘩沙汰があった。 切られた方は四谷たん町に住む旗本の三男の石田直江、双方とも手記を帯びていて行きずりの口論から抜き合わせたのだが相手は直江の小手に薄手を負わせておいで逃げてしまった星明かりで免定は定かにわからないが二十五六の身なりのいい男だったという申し立てである印籠はその場所に落ちていたのを城回りが拾って番屋へ持ってきた 覆い蓋を開けてみると赤い薬包が2服入っている調べてみると意外にもそれは猛毒を有する宝庫をく毒せりの根の粉末であったこれで話が大きくなった昨年の10月10日に湯島天神境内の豊という着見女が何者かに毒殺されそれから3日置いて両国の矢場のめという数取り女が同じような返しを遂げた。 検死の結果、秘籍か法を閣を盛られたものだということが分かったので、南板書係で大車輪に探索していたが、今日に至るまで、芸因も下手人も用として当たりがつかめず、あれこれと馴染みの客などをしょっぴいて迷い抜いてる最中なんだが、これによって見ると、この印籠の持ち主さえ突き止めれば、2人の女を毒殺した下手人が知れようという意外な発展を見ることになった。 それは稲を加えた乃木常を高肉ぼりした梨路の印籠だが大井豚のあ口によって烏森の蒔絵師梶川が作ったものだということが一目でわかるからそこへさえ行けばどういう主の注文で作ったか容易に知ることができる。こういうものがこの番章の手に入ったのは実にどうも天遊とも天樹とも言いようのない次第で吟味方はもちろん 無足同心の果てまで小踊りをして喜んだこれによって長らく腐りきっていた北番所の名を挙げることもでき日頃ションベン組などと悪態をついている南番所のやつらの鼻を明かしてやることもできるのであるそのかけがえのない大切な証拠物件を庄兵衛がひょろりと紛失してしまったどこかへなくしましてではことがすまぬ 銀味方一等の失態ともなり300人からの人間の上に立つ組頭の対面にも関わるこんなことが評判になったらまた南番所の組下が手をたたいて笑いはやすであろうそんなことはいいとしてももしひょっとして賄賂を取って証拠隠滅を図ったのだろうなどと痛くもない腹を探られるようなことにでもなったらそれこそのめのめと生きながらえているわけにはゆかぬまさにしわばら者である。 さすが強情我慢の庄兵衛もこれにはすっかり平行してしまった。早速腹心のひょろ松をひそかに呼び寄せ手下の下っぴきを動員して市中の七や古物造品街をしらみつぶしに当たらせているが今朝になっても一向におとさたがない。例の強情から印籠がまだ出ないことは娘や阿十郎にも比較し,かくしさりげない手を装っているが。 胸の中はまるで津波と台風が一緒にやってきたような波立ち方、いても立ってもいられぬような心持ちである。板書の表向きは調べ物という体にして、以来、今から一歩も出ずに閉じこもっているが、何をするにも手がつかぬ、もう、おとどころの騒ぎではない。毎朝、ことさららしいしかめっ面をして、おもとの前にかがんでいるのは、実のところ、 隠しても隠しきれぬ召集顔を娘や阿こ十郎に見られ弱りきった本心を悟られまいとする我慢の手札なのであるそれにしてもついため引きが出るもし出なかったらどうしようと思うとちり毛が寒くなる江戸中が手を打って自分を笑いそしる声が耳元へ聞こえてくるような気がする今まで打った幸福が一挙にして泥に紛れる思わず首をすくめて つるかめつるかめにでもないいや出る出る必ず出るもとが枯れたのが厄落としになろうこれはいっそいい兆しだぞつまらぬことを体の身にしてぶつぶつとつぶやいていると不意に後ろからこんなことを言うやつがあるへ <laughs> 何かそこでぼやいてますなゴンパチ 振り返ってみるといつの間に入り込んできたのか老いの阿こ十郎が懐で押してのっそりと突っ立っている阿こ十郎は庄平郎にとってたった一人のかけがえのない老いだが世の中にこんな尺に触るやつはない庄いなどは頭からバカにしきっているふうで点で叔父の権威などは認めない口を開けば必ず何か勘に触るようなことをひと言言う。 漢字があるのかないのか、いくら怒鳴りつけても、にやりにやりと不得要領に笑っているばかりで、捕まえどころがない。その挙句なんだかんだとうまくおだてては、幾ばくかの小遣いをせしめる。兵衛郎を願お人やしなもんだから、ついひょろりとせしめられ、よほどたってから気がついて、またしてやられたぞと、膝をかきむしって立腹する。 翔兵衛の妹の末子で今年285年ほど前に交付金番の株を買ってやったが半年も務まらず役を辞めて江戸へ出てきたということであったがどうこうのたくっているのか一向に寄りつかず消息さえもなかったが昨年の暮れ近く赤だらけの巣合わせに冷飯草履を履きまるで闇上がりのゴンパチのような格好で木枯らしと一緒にひょろりと舞い込んできた。 その時の言い草がいい草があぐらをかいたまま懐から手を出してのんびりと長い顎をなでながら「少し親戚づきあいをしますかなおじうえあなたも老いの一人ぐらいは欲しい年になったろう」と言ったそれにしてもふるった面であるこんなふうに床柱などにもたれていると そそっかしい男ならヘチマの鼻池でも引っかかっているのかと勘違いするだろう目も鼻も口も額際にゴタゴタとひと塊になりぽってりと嫌味に肉のついた膨大な顎がぶらりとぶら下がっている馬が提灯じゃない提灯が馬をくわえたとでもいうべき珍妙な面相この顎が春風を切って江戸中をかっ歩する ところでこのアコ十郎に対してたった一つ禁句がある。それはアゴという言葉。いや言葉ばかりではない。この男の前でうっかりアゴをなでたばっかりに、いきなり抜き打ちに切りつけられ、二人まで命を落としかけた。風邪引きなどは危なくて名も呼べやしない。この話は、う兵衛も人づてに聞いているので、さすがにそれをはばかると見え、アコ十とか。 アコ十郎とかと間違いのないようにはっきりけじめをつけて呼ぶただ一人この世で阿古十郎を面と向かって阿護さんと呼んではばからない人間がいるそれはいとこの花世であるこれに限って阿古十郎は目をなくして笑いながら「うふふなんだい」とくすぐったそうな返事をするあまりにも艦隊至極な阿古十郎の態度に庄兵衛はあきれたり腹を立てたりしているが しかしそうばかりもしていられないので北板書の霊繰り方に空席のあるのを幸いその株を買って同心の無息見習いにしてやった霊繰り方というのは文様の下にあって経立の前例を調べるのが仕事で割合に格式のある役なのだが格別ありがたがる風もなく板書の書庫から許し帳や取物帳などを山ほど持ち出し 出勤もせずに、弓町の乾物屋の2階に寝っ転がって、朝から晩までそんなものを読みふけっている。商兵衛が外文悪がって、手にいろと言うと、気が集まると言って命令に従わない。そのくせ、3日に分けず舞い込んできて、何か気に障ることを言っては、その挙句小遣いをせしめていく。しかし、悪くすれたところはなく、することにとぼけたところがあって、憎めない。 兵衛は阿古十郎が憎らしいのかかわいいのか自分でも訳が分からないまるでめちゃめちゃな気持ちなのである。阿古十郎は例のごとくふきの擦り切った黒羽豚への巣合わせに山の入った茶箋状の帯をお尻下がりに結び手のひらで裸の胸をピシャピシャたたきながら「ねえおじうえそれじゃあんまりおかげがねえ未練ですよそりゃ おかげがねえこれゲスな言葉を使うなおかげがねえとはよくぬかしたそもそも顎十郎はすぐ引き取ってそもそもこのおもと様がおれなすったのはいつぞやお命令によって手前がそれを広縁から運び入れようとしたとたん手元が滑っていきなり鉢をひっくり返したからつまりおもとの逆立ちでもうっと 悪気なったのではありませんお叱りの家は十分に納得しましたからもう巻き返されるにゃ及びません手前至ってが殺でねよくこういうしくじりをやらかします改めてもう一度お詫びを申しますがそれにしてもでんぐり返しただけで枯れるなんざ大元なんてものもいい加減なもんすなあんまり引っ越しがなさすぎます 叔父上ひょっとすると案外これはいかものですぜ相手に口を開かせずに言いたいだけのことを言うときょろりと翔兵衛の顔を眺め「そういえば今妙なことをぼやいてましたな出る出る必ず出るって一体全体何が出るんです?正は七ドラマド」な。はな何が出ると 分かりきったことそれおもとがよ目を出す花よ顎十郎の方はおじが何を心通しているかちゃんと知っているたった今奥で鼻よから聞いたので「頼む」とひと言言ったら何とか力をかさぬでもないと思っているのに肩で息をつきながら相変わらずやせ我慢を張っているのでおかしくてたまらない。 ほうそれはめでたいそれでは少しおはしゃぎなさいああ愉快愉快と騒ぎ立てる庄兵衛の方は少しもおかしくないいよいよにがりきってふんそんなことくらいではしゃげるか貴様でもあるまいしそっぽを向いてまたしてもそっとため息をつく顎十郎は花よから一見の話を聞くと 目をつぶって、おじの居間の模様をぐるりと頭の中で一回転させただけで、この紛失事件の綾がすっかりわかってしまった。こんなにたわいのないことを見抜けないで、よく今日まで銀味方が務まったものだ。日頃の強情にも似ず、すっかり弱りきっているおじの様子を見ると、気の毒でもあり、おかしくもある。上口で、ガランガランと鈴の音がする。 正兵衛は急に生き返ったような顔つきになって縁側へのるとわざとのそのそと廊下の方へ歩いてゆくなんだ駒使いの声がこんなことを言っている淡路町からの使いで例の者が笠森近くの猿下屋敷へ入ったことを突き止めましたからごそ苦労ながら至急こちらまでお出かけください笹森稲荷の水茶屋でお待ち申すという工場でございます は急に元気いっぱいになって「使いのものにすぐ参ると申しておけ」「外出するからすぐ着替えを出せ早くしろ」と地団だを踏んでわめきたてる顎十郎はのっそりと座敷に上がりながら「おじ上何の御用か知らないが初馬の日に笠森から使いが来るなんてちっとばかし眉ばものだこいつは馬かされるに決まってます」 悪いことは言わないからおよしなすったらどうですどうせろくな目にあいませんぜと例によってわけのわからぬことを言う続けざまに舌打ちをしながら「あうるさい何をたわごとつく貴様のしたことじゃない黙っておれそうまでおっしゃるならお止めしませんせいぜい初馬詣でをして日頃の不信心の帳消しをすることですな」。 かかご利益があるかもしれプツクサ言いながら本箱から古月書を取り出してゴロリと座敷へ寝転ぶ本を読むのかと思ったらそうでなくそれで手拍子を取りながら「ねみだれ神の柳影招く雄花の朝帰り」と小唄を歌いだした唱兵衛が呆れ返ってむっと膨れて出ていくと入り違いに花世が入ってきた顎十郎の枕元へ座るとき っぱりした声であごさん父上はおっしゃいましたかいやそれが何も言わない口を閉めたタニシ同様でな毎度のことながら手がつけられないこんなところで寝転がっていてはいけませんのんきらしいはて起きて何をしましょうなせめて心配らしい顔でもなさいな 十七で早くから母に死に別れて父の出一つで気ままに育てられたせいもあろう山の手の手堅い武家育ちと思われぬものにこだわらぬ気さくなところがあり自分の思ったとおりのことを精一杯に振る舞うこれも顎十郎の方がにつく一人でこの方はおじほど手数がかからない黙って座ると必ずいくらか包んで渡すどこで覚えたのか 少ないいいけど小でもななさいなんて粋なことも言うはっきりとした面差しで口元に力みがあり黒目がにじみ出すかと思われるような大きな目で相手をじっと見つめるぬめのような白い薄肌の下から血の色が薄桃色に透けてちょうど円山の春霞のような肌の色をしている尺灯色のあのしかみ面がどうしてこんな娘を産んだんだろう それにしても武家の娘になんかしておくのはもったいない柳橋からでも突出したらさぞ人死にができるだろう顎十郎は下から花代の顔を見上げながらこんなふらちなことを考える「ねえ花代さん老獄の門弟の羅之助がまた新作の流行り歌を舞台で歌ってるが三味線に手があるのかいつ見ても妙だぜ」。花代はツンとして、 またのんきらしい芝居どころじゃありませんでばさ私にも隠しているから切り出すわけにも行きませんがあんまり泣き落気ようでいっそう怖くってなりませんよあご十郎はのんびりとあごをなでながら庭の方へ目をやりなに案じることはないこうしていれば今にやってくる何がやってきますいやなに 植木屋でもやってきそうら日和だってことさ花代はじれて「もう冗談ばっかり担当ふざけなさい私は知らないから」と拗ねたふうに出てゆく顎十郎は花代の足音が城口の向こうへ消えるのを聞きすますと庭へ降りて裏木戸の方へ行き掛さんを外してまた座敷へ戻ってきた。 属それから小半時タバコ本を引き寄せて雲りを弱に吹いていると裏木戸が開いて出入りの上安の印物を着た256の男前のいい職人が小腰をかがめながら入ってきた「松の下枝がだいぶ悪くなったから浜汁をかけろ」という大旦那の追いつけなんでええ。おうそうか。 そんな話を聞いておった初馬だというのによく精が出るの <laughs> お褒めでいたミディアス陽気に向かうとハマ浜ルはにってかなわんなまあまあよかろうかまわんから始めてくれついでに下枝も少しおろしてもらおうか俺がここで見ていて察しつをしてやるへえお頼み申しやすあそれはそうと ひとつ弱ったんだがついでに見てやってくれゆっくり顎を振り向けて植木棚を刺しその中にある職人は植木棚を見回していたがすぐ金銘宝を見つけ出し「あ,あこりゃえれえことになっているバラフができてやすねすぐ手を手をしねえじゃ玉なしにしてしまう」「やっかいなやつだのそれが楽しみだというお人もありやす」 まあ <laughs> ちげねえどうせ金と暇のあるやつのお道楽俺のようなゴンパチには用のねえものさまあ思うようにやってみてくれこうとしたら道具を持ってくるんでした何か欲しいものがあるのかへえ霧吹きお借り申してるのであ霧吹きか納屋にあったら持ってきてやろうとのっそりと部屋を出て行く植木屋は そのあとを見送るとそそくさと金銘砲を棚から下ろし息を弾ませながらおもとをもろ手掴かみにする。出て行ったと思ったご十郎はすぐ戻ってきて棚の方を指しながら「あおっと違った霧吹きは棚の下の木箱の中にあるはずだ」。職人は「はっ」とおもとから手を離すと棚の下へ首を突っ込んで箱の中を探していたが「へえございました。 ではお水,を少々水ならこの水差しのやつを使えああ結構でございますそれから申しかねますが三本治郎少嬢砂糖をどうするこれが足どもの苦伝なんでございまして葉の合口へ少嬢を振り込んでやりますと不思議に世気がつきますあそうかわけのないことだ今持ってきてやる 出ててて行っったたとと思うとまたすぐ戻ってきて叔父が初見の合間に舐める氷砂糖がこの蓋物に入っているこれを溶かして使えへえ何かまだいるものがあるか職人ははっはと肩で息をして割り箸を一膳添えぎをやるので割り箸なら目の前にある蓋物の横についている。 へえお次は何だあご中郎は懐で押したまま不得容量な顔をしていたがふんと鼻で笑ってふん <laughs> お次は俺の命か職人はたちまち人が違ったような凄惨な面つきになって「チェッこけだと思って油断したばっかりに!」。 腹がけのどんぶりの中へ手を突っ込んできらりとあい口を引き抜くと縁に飛び上りざま「くたばれ!」片手投げに突きかかるのを肘をつかんで庭先へ突っ放し「じたばたするなあ」「高麗芝を荒らすとおじが怒るぞ」とても手に合う相手でないと思ったか職人はあい口を下げたままちばしった目をきょときょとと裏木戸の方へ走らせながら「 やろマス落としにかけやがったか顎十郎は依然たる大変な面持ちで冗談言うな裏木戸はちゃんと開いている俺は手先じゃねえ礼くり方だ盗っ人の肩に手をかけるような真似はしないのださあ逃げ出せ後で手先を向けてやるあっけに取られて棒立ちになっているのへおい おは何だと笠森稲荷からお父を呼び出しに来る以上狐の眷属にそうやるまい。職人はじりじりと後しざりをしながら「ああねだよキュービの狐だこしゃぐなまねをしてあとでおぞをかむなよ離された上はてめえ何度に捕まるもんか!」。あご十郎はちょうだいなあごの端をつまみながら。 いやそうはいかん俺は捕まえぬが必ずおじが捕まえるあれでなかなか勘のいい方だからこのおもとの鉢の底にあるお前の印籠の高肉くぼりを見たら稲を加えた野義常の図は昔堀江大室の差し物絵だったことを思い出すにちげねえな堀江職人は みみるみるまっさおになってうつむいてくちびをかんでいたがあい口を腹がけの丼におさめると首を垂れたまま静かに出ていったあご十郎が金明宝の鉢をおじのふずくえの上に据えて待っていると夕方近くなって庄兵衛が鼻の頭を若くしてかんかんに腹を立てて帰ってきたあご十郎はえへら笑いをしながら「どうした?」 やはり馬かされましたろだから言わねこっちゃね何しろ初馬はまびですからなあ兵衛は示談だを踏んで「うるさい黙っておれ」というに顎十郎は済ました顔で「まあそう怒ってもしようがない時に落ちゆえ あなたが陰を探してていられるってことは実はは私も知っているんです。あなたは落としたと決め込んでしきりに表ばかり探すが私にすればどうも家の中にあるように思われてならないんですがね。何を抜かす印籠がなくなったのが5日前で表が枯れ始めたのがやはり5日前。 この二つの間に何かの関連があるのではないのでしょうか。一つ、このおもとをにらみつけてじっくりとお考えなすってはどうです。正兵衛は腹立ちまぎれのしぶっらで腕をひっこんで考え込んでいたが、やがて膝を打って踊り上がり、ふ <laughs> ん、読めた。おい、あこじゅうろう、陰露はな、この植木鉢の底に入って いるんだぞ思うに賊はこれを取り返しに来て一旦は手に入れたが人の足音というのは取りも直さず貴様の足音だったのじゃがそれに驚いて始末に急しそんなものを身につけて捕らえられた場合の危険を察しそれをとの底へ隠したその際たまたま覆いたが外れて 方を書くの薬本が飛び出したこちらはそんなことは知らないでいつものように水をやったもんだから毒薬が溶けて重とを弱らせるようになった水をやればやるだけ枯れる度合いもひどかろうというもんじゃいや八底を改めてみなくとも分かっておるどうだ小獣貴様もおっては銀味方になろうというのろ このくらいの知恵を働かせなくてはいかん」。とを鉢から引き抜くと果たして印籠はその底に潜んでいた。小ョーベは日本晴れの上機嫌で自慢の鼻をうごめかし「ほら見ろこのとおりだどうだこれどうだ悪獣。なんと恐れいったか 郎はあっけに取られたような顔で「これはどうも恐れ入りました」。兵衛郎は大うようにうなずきながら「うんわかりゃそれでいい。以来あんまり光源を吐くなよ。時に貴様もう小遣いがなくなったろう。<noise>